せっかくですがね、ご協力は勘弁してください。火災調査員の仕事なんかキャメラルポの素材にならないでしょう。最初は皆さんそうおっしゃる。迷惑ですよ。くすぶっている焼け跡、ふとコンセントを見つけた。待てよ、こいつは放火かもしれんぞ。手のひらのコンセントをじーっと見つめる瞳、絵になな。しつこめな銀を。そいつが俺の取り柄でね。主任さん確か相撲会館の担当でしたね。相撲会館の焼け跡あたりに立っていただくと、そのまま絵になりますよ。ええ、私カメラマン。デカじゃないの。私は何も関係ないんだ。そうでしょ、迷惑をかけないって約束だったでしょ。分かった、すぐ手を打つ。南、カメラルポルターに追いかけられて斎藤が怖がってんね。私が。待て、考えがある。お前は正面に出るな。なかなかいい線ですよ。はい、そこでターンしましょう。はい、ウォーク、ウォーク、ウォーク、ストップ。大変結構でした。リカレー。どうも。保健調査員の斎藤を揺さぶったら反応があった。俺はもう少しこっちの線を追ってみるよ。私はスノー会館クラブ7の姉妹店クラブ8に潜入するわ。いらしてね。サービス次第さ。どうもね、意地悪。ユリ、無理するなよ。ありがとう。どうももね。やっぱり来た。きっと来ると思ったんだ。車をお待ちですか。憂鬱そうですね。お弔いの帰りなんですの。道理で。お互い長生きはしたいもんだ。お送りしましょうか。どこへ行きましょうか。静かなところへ行きたいんです。どこへでも。そうですわね。
面白かったわ。スリルがあって、なかなかの小悪魔だなあなたのためだもん。それにお小遣いもたくさんもらったし。もしもし、斉藤です。南だ。どうだ、安心したかね。南さん、もうごめんだ。次の仕事からは手を引かせてください。おじけついたのかね。お願いです、お願いしますよ。私は恐ろしい。よし、わかった。後で約束の金を届けさせよう。南さん、傷口は軽いうちに始末するんだな。今日殺し屋のジョージが何でやってくるのか知っているだろうな。分かってますよ三浦さん。マクベスは人間を信用しない男だ。どうだった。南さんところの方ですね。約束のものを届けてくれたんですね。お疲れになりましたでしょう。